はい、こちらがうちのワインセラーです。ハイブリッド型で、ここに書いてある通り赤ワイン用は18度、白ワイン用は8度に設定しています。上側が赤ワインで、白ワインは下ですね。開けてみましょう。よいしょ、こんな感じですね。はい、いろいろ入れてます。まあこの辺はボルドーワインかな、ボルドーワインがーと入れてますね。はい、あとこの辺とかはね、まあシェリーとか、あとポートワインとか入れてます。はい、あとここは白物のシャンパンで、あとですね、まあ、これもシャンパンだな。あとこんな感じでちょっとお酒日本酒も、寿司と、いきなり寿司取った時のために日本酒も一応クボタとか入れてます。はい、あとここはピノノワールですね。ピノノワール赤ワインなんですけど、ちょっと冷やして飲むのが好きなんで、僕はピノノワールは冷やす方に、白ワイン用の方に入れてます。まあこんな感じです。はい、そんなにガブガブ飲んでないですよ。あとそんなに高いも入れてないですよ。はい、はい、以上ワインセラーの紹介でした。